サマーリゾーチャンネル始まるよ。レッツゴーベビー。余裕出して余裕出して余裕出して。どうもありがとうございます。やっと覚えたんだ。さあ今回の担当はスケジュールないで同じのリオだ。確かにね、はい、ロケあんま一番リオが行ってないんだよ。少ないんだ。そうです、今回で3回目です。ね。はい、少ない方なんです。だって基本家にいたいんだ。家から出たくない。出ない出ない。仕事がない日は、うん、さあじゃあ今回はどんな感じですか、うん、はい、今回私がやってきたのはこちら、大人数でも超余裕ゴージャス貸別荘へ行ってみたです。うん、ナイス。貸別荘ね、まあいわゆる俺が今いるここみたいなこと、ここもそういうことなんでしょうけどね。ゴージャス、そうです、ね、ゴージャス、うん、ディレクターは、ディレクター、ディレ、あ、今回担当してくれたのは堤さん。堤っていうのはもうだって結構ベテランよもん、うん、そうです、うん、私が前回星2取っちゃったので、うん、ちょっと全力で力を貸してくださいました。あれちょっと大丈夫かな大丈夫かなどうなってるんだろうな、何をどうしてんのかね、うん、見ましょうよ。はい、はい、それでは VTR どうぞ。サマーズさん、こんにちはミスマリン最年少の宮本リオです。あれ、なんかプロフィール出ました、急に見てください雨降ってないです。確かに、そしてめちゃくちゃ晴れてて、めちゃくちゃ暑いです。晴れてないだろうよ今私が歩いてるところ、なんか海外っぽくないですか。実はここ、うんうん、今日サマーズさんがロケしている場所、うん、千葉県館山市なんです。同じところ、はい、4キロ。今回そちらの貸別荘をご紹介したいと思います。海沿いじゃないのか。それでは行ってきましょう。いや別荘っちゅうぐらいだから海沿うんじゃない。千葉県館山市にある2組限定の一棟貸別荘です。お邪魔します。すっごっ、めちゃくちゃ広い。旅館みたいな、ね、見てください、こんなにスリッパがある。5個だよ。どうしよう。じゃあ右足これで6個ある、左足これにします。どういうことなのそれは。贅沢バキ。早速扉が 1,2,3,4,5 贅沢バキ6個で滑っちゃってる。大丈夫です。早速こっちの扉から来てきて。まさか。オープン。すっごい。まあいい、広いね。めちゃくちゃ高 い, い, い、ね、そして広い。天井いいですね。すごくないですか。いやすごいよ。俺はいい。すごい縦長に広いです。これ走れちゃいそう、子供とか多分追いかけっこしちゃうと思います。これリビングは約42平米で天井の高さが7メートル、最大10名まで宿泊可能です。いいね、これぐらい広いと。いいね、とうとうつっちゃったんだけど見てください、この対面式キッチン、うん、広くないですか。友達と一緒にパーティーするから、あ、じゃあこれやっといて、あ、この支度やっといてって、ここでやりながらメインの人はここら辺で料理するっていう、みんなで楽しく料理できるのがこの、うん、キッチンの広さのいいところだと思います。大皿を取るよ。では外に行ってみます。わ、今日は晴れてる。曇ってる、曇ってる。これは何だろう。雨雲あるもん奥に。あ、バーベキューだ。バーベキューできる。すごい。それがメインじゃないの。なんとなんと、ここでバーベキューができちゃいます。でもあれだけ広い台所あったら、めっちゃ広い。あっちでもここじゃなくてもいいもんね。バーベキューセットは1人前3,500円で、冬には鍋に変更もできちゃいます。外でにしても今日めっちゃくちゃ晴れてるんですけど晴れてないじゃん。この辺りはこのジリジリ具合が大好きなんですよね。どうして嘘をつくってことにしたの。そうなんだ。バスルームって書いてあるので、この扉に入ってみたいと思います。オープン。うわすごい、2つある。このバスルーム、こう匂い嗅ぐとすごい柑橘系の匂いがして、なんか朝とか、朝お風呂
上がった時とかにすごいいい気分になれそうです。ドライヤーもあるし、そして女の子にはめちゃくちゃありがたいコテもあります。なのでね、これも持ってこなくても大丈夫、めちゃくちゃありがたいです。あの使うんだ。それではオープン。お、広い。ジェットバス付きのお風呂だ。すごい。あ、いいじゃん。これのシャワーチェックをしたいと思います。あ、量もすごいし結構強いですね。量もすごいし水圧がちょっと強めで、サマーズのお二人は好きな水圧だと思います。なんだこれ、なんこれ自然に、何これ自然に、なんか引っ掛けどうしたこれ、何サマーズさん、この水着どうですか。ちょっと大人っぽい感じで先浴びちゃう感じはしてみました。じゃん。笑っちゃったけどさ元気がいる感じね。はい、そしてちょっと特殊な感じでカメラをセットして、はい、水からの目線で、あの手法だとどうなるんだろう。うわー、何これ、ちょっとやばい自分がかけてるみたいなこと恋人的な、あんまり見たことねえ、やっぱり意味わかんねえいいお湯でした。誰かがかけてる感じのやつだね。それでは2階の方に行ってみたいと思います。だったらもうシャワーが少し邪魔だった。ついてきて。ではベッドルームご紹介します。オープン。あ、すごい、めちゃくちゃおしゃれです。しかもちゃんとベッドも2つあって、うわ、なんか海外に来た気分な感じのおしゃれさですね。早速ベッドの硬さチェックしたいと思います。もう部屋着に着替えた。あ、着替えたんですね。意外とふかふか、なんかちょっと弾力があって低反発なのかな、すごいいいです。このベッドちょうどいい柔らかさで私大好きです。失眠室ですねこれ、うん、ギリですね、うん、失眠室、非常にギリですね見ちゃいけない気がするこのお部屋以外にも同じタイプのお部屋が2つあります。なので6人で来ても余裕で泊まれちゃいます。何怖いですかプロモーションビデオみたいな、そういう作りにしたんかな。三村さん、うん、大竹さん、こちらの貸別荘どうでしたか。6名で1泊9万円からということなので、家族で来るにはおすすめです。そして今回の私のリポート、元気いっぱいでやったんですけどどうでしたか。星よろしくお願いします。バイバーイ。うん、全然テイスト違うのね今まで。あの元気いっぱいは本当に良かったんじゃないですか。あ、本当ですか。うん、今までの中ではね。ね。うん、なんかちょっとやっぱ練習感が見えるね。ね、うん、ちゃんともう一回とかテイク4の感じが見えますね。全体。包みおじさんがやっぱ、うん、行ってなんか指導したんですか、ね。そうですね。なんか撮り直しっていう感じがありますね。やっぱりプロモーションビデオのね感じっていうかね、うん。おじさんはやっぱね。うん、じゃあここで着替えますとかっていう言葉抜きに着替えてる、うん、そうね何でしょうね、何て言ってるか分かんないですねでもね、はい、いや良かったですよ。だから自然に見ちゃう感じね。そう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 、星も結構いいんじゃないですか。いいんじゃないですか、うん、どうでしょう、星いくつでしょうか。俺の中で 3.5 から限りなく4に近い、うん、3.8 ですね。じゃあそうですね、もう刻むことにします。刻むこと刻むだけですね目指せ5だから、そう、はい、3.8 です。3.8、うん、あ、嬉しいです。ありがとうございます。ちゃんとしたバージョンですね、これは、うん、
ハプニング感がないというか、あ、はい、きっちりこうテイク4、うん、まあまあ良かったですよ、はい、ありがとうございます、はい、また次回も頑張ります。はい、では次回も楽しみにしていてください。ではここでお待ちかねプレゼント情報。今回はこちらの番組オリジナルグッズをプレゼントしちゃうよ。応募方法は番組ホームページからこの後発表される当選番号と必要事項を明記の上ご応募ください。今週の当選番号は、はい、さーい、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。